既存の建物の改築に携わる設計者やエンジニアが増える中建物の現状を把握するプロセスがワークフローの重要な要素となっています建物によっては現況状況を手作業で収集するのが極めて難しく膨大な時間がかかるだけでなく場合によっては不可能なこともありますオートデスクビルディングデザインスイートプレミアム及びアルティメットに含まれているオートデスクリキャップとオートデスクレビットは シームレスに連携してこうした課題を解決してくれますオートデスクリキャップはレーザースキャンやキャプチャーした写真の点群ファイルからインテリジェントな 3D モデルを作成するための強力で使いやすいワークフローをデスクトップおよびクラウドに提供しますオートデスクリキャップがあれば設計者・エンジニアは白紙のシートからではなく現在の環境に照らし合わせて自身の設計プロセスを追加 変更・検証し、設計図書を作成できます。写真を使用する場合キャプチャーしたイメージをリキャップフォトを使ってクラウドで変換しリキャップスタジオ経由で天群ファイルとして書き出すことができますまたリキャップスタジオを使ってレーザースキャンから直接天群ファイルを作成することも可能ですオートデスクリキャップを使って作成した天群データは他のデータと同じようにレビットモデルに挿入できます データは 3D 情報で構成されているため、断面図、平面図、立面図など、今日一般的に使用されているビューで表示できます。こうしたビューを操作して、天群の特定の箇所を分離することも可能です。この機能は、既存の建物のあらゆる側面をより明確に理解したい場合に非常に便利です。また、既存の建物のモデルジオメトリを作成するには、天群データに素早くスナップして、 壁、柱、床などのジオメトリーを作成できます。これにより、現状を表現する要素を素早く再作成できます。オートデスクリキャップで作成した天群データをレビットモデル内で使用すれば、現在のワークフローの一部として、すでに使い慣れたモデリング機能を使って独自のモデルを作成できます。モデルの作成が進むにつれ、天群データの代わりに、 実際の建築要素が所定の位置に収まってきますそして最終的に改築プロジェクトの基礎となる幅広く利用可能な豊富な情報を含むモデルが完成しますオートデスクビルディングデザインスイート特にオートデスクレビットそしてオートデスクリキャップを活用すれば精度の高い一貫したデータをもとに複雑な改築プロジェクトに自信を持って取り込むことができます